どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、最近のパズドラについてね、少し話していこうと思います。はい、今回ですね、話すのはちょっと重い話なんですが、最近ちょこちょこまた引退者が増えてきてるんですよ。ちょこちょことね。で、まあ、パズドラって正直、根強くプレイしてる人がいるからね、終わらないとヤマピーとか考えてるかもしれないんだけど、結構引退してる人最近増えてきてはいるよね。僕のチャンネルではね、できる限りパズドラの面白さを伝えてるつもりではあるんだけど、やっぱり無課金で遊んでる人とか、あとは最近のパズドラを見てるとどうしても引退する人はね、増えても仕方ないのかなとは思っちゃいました。はい、今回はですね、その件について少し話していけたらなと思っています。まずは山本プロデューサーのツイッター事件から少し話していきましょう。まずは一週間前に遡るとね、はい、こんな感じでヤマピーのツイートがありました。まあ、Cイベントではね、周回しなくても素材を集める方法を用意して遊び方を少し変える予定ですと。でさらに9000万ダウンロードイベントを機にゲリラダンジョンも一新してマンネリなゲームサイクルを変えていく予定ですというツイートがあったんですよ。でこれで結構ユーザーの期待が高まって、僕もね動画で取り上げるぐらいにはめっちゃ期待してたんですけど、実際これ嘘じゃなかったんですね。これ星を紡ぐ精霊イベントでは6月のクエストダンジョンと一緒に遊んでくださいと。でこれがですね、6月クエストダンジョンが大体最高レアの交換素材の虹のやつが12体ぐらいゲットできて、えぐいぐらいゲットできるんですよ。だからめちゃめちゃいいじゃんと思ったんですよ。ここまでは正直まあ良かったんですよ。正直ここまでね、炎上する要素はほぼなかったんよね。でこっからちょっとめちゃめちゃなんか怪しくなりまして、1ユーザーから結局周回で腐っているプレイがあったんだけど、それに対してクエストダンジョンは1クエストクリアなんで周回はしてありませんよっていうね、ちょっと煽りもありながら、まあこのまま話は進んでいくわけですよ。虹のジョウロはイベントメダル虹2枚でも交換可能です。ここまではね結構良かったんだよね。でこの後ですね、こんな感じで唐突にゲームウィズが叩かれ始めましたよ。もう俺この時一番びっくりしたんだけど、えゲームウィズの話になったと思って、ずっと今周回の話をしとったんやけど、ここまでそしたらいきなりなんかゲームウィズの話になって、ウェブの更新が完了し村子のツイートがあるまで待ってくださいと伝えてあるはずなんですが、未だに大手引きの脊髄反射的な情報拡散が止まりませんね。今後の対応を含めて検討いたしますっていう、俺めちゃめちゃびっくりして、いきなりゲームウィズが言われ始めたんですよ。でこれちなみにガチャの話をすると、これゲームウィズが本当にですよ、ゲームウィズが本当にヤマピーから伝えられてて、村子がツイートするまで待ってくださいって言われてるにもかかわらず、もしこれを載せてるならゲームウィズが100悪いんですけど、まあそもそもだとしても僕は裏で言う話だと思うんですね。結局別にそれ裏で伝えてあるんだから、僕は知らなかったんですよこの話は。もちろんね、別に裏で伝えればいい話なんですけど、まあこれで引用でまずツイートすることによって、まずこれでですねヤマピーがやっぱちょっと叩かれました。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだよね。別にゲームウィズもこれ10分ぐらいなんですよ。10分ぐらい、まあ10分やんっていうので、まあそれでなんでこんな戦われなきゃダメなんだみたいな、そしてなんでゲームウィズなんだみたいな話になってちょっと荒れたんですよ。でそしたら次、ゲームウィズの話から次ウィキの話になったんですね。メーカー側の了解を得ずにとりあえず新作ウィキを作る、一定アクセスが取れないタイトルの更新は停止、更新してほしい場合は料金を払ってください、納得感のいかないビジネス、そういきなりウィキの話になっちゃって、でこの時もう山本プロデューサーをフォローしてるパズドラユーザーは結構ガチで意味がわからない状況になっちゃったんですよ。でその後もねこんな感じでウィキの更新やないや止めたらあってくださいみたいな感じでねあったんですよ。もうこの時点で結構パズドラユーザーはどういうことになってたんだけど、その後ですね、あーごめんなさい、さっきミュートしたつもりが全部ブロックになったので解除しましたっていうね、これ別に俺ヤマピーが悪いって言いたいわけじゃないんだけどね、パズドラのプロデューサーじゃないですか。結構なんだろう、プロデューサーがこのブロックしてます感とかミュートしてます感を出すのはね、あまり良くないんじゃないかなと思っちゃうんだよな。これは俺だけかもしれんけど、一番トップのすごい人じゃないですか、山本大輔さんって。もう本当にすごい人なんですけど、その人がなんかこういう小物感出ちゃうとやっぱり威厳って損なわれちゃうし、えパズドラのプロデューサーってこういう人なんだねって周りから思われちゃうわけじゃん。だからこれはちょっと僕はあんま良くないのかなとは思ったりしましたが、まあそんな感じあったわけですよ。でですね、まあ別にこれはいいんですよ、これヤマピーのツイートの内容だから。別にこれに関していろいろね思った人はねコメント欄に書いてください。僕は別にヤマピーに対する誹謗中傷は一切したくないしね、これがおかしいとは一切思ってません。ただこの後ですね、これがおかしくなる話があったんですよ。これちょっとご覧ください。こちらタクシー要素キャラですね、なんとニルオーカム、93上げ、そしてニルボーク93上げ、そうですね、全然これこれが悪いって言ったわけじゃないんですよ。93上げ自体は別に問題はないんやけど、最初にさこれからのマンネリ化を変えていきますってあったやん。
結局隠し要素は周回が必要で、ガチャキャラはガチャ引いて気合で引くしかなくて、あとなんだろう、もう結局素材落ちるとはいえども、このニルボークとかの素材を集めるためには周回も必要なんですよって考えると、あ、どっちみち周回のパズルは変わってないやんってなったんですよね。で、これで93上げってなってて、あ、もうパズルやってらんねえなっつってやめる人もちょこちょこ増えたって感じですね。まあこれがヤマピーのツイッター事件からのね、一連の流れですね。まあ、正直これに関してはね、あのね、ヤマピーのね、やった理解、意味もわかるんよ。結局、周回をね、できる限りサボれるように、6月クエストで配布しますよってめっちゃいいんだけど、ただそれを告知しちゃった上でこのキャラ出すと、やっぱり多少はね、荒れるとは思うんだよね。そう、だから結構ね、俺山本プロデューサーが間違ってるとは思わんけど、まあ、この一連の流れがあったせいで、かなりプロデューサーとしてね、信頼を失ったと言っても嘘じゃないと思います。かなり荒れました、正直言って。っていう点で、ちょっと問題になったかなっていうのが一つですね。さらにこちら、昨日の話になるんですけど、ヤマピーがツイッターでね、偉そうにしてても何も作れないですからね、これまで作ってきたゲームの9割は自分の企画ですよっていうツイートをしたんですよね。で、僕はパズドラを9割ヤマピーが作ってるって知って、あまりにも驚いたんだけど、一人で作れるキャパシティのゲームじゃないと思うから、ヤマピー頑張ってんだなと思いつつも、まあ、だからこそマンネリ化するのもあるのかなとちょっと思ったんですよ、正直言って。で、これをですね、リプライを送った人がいまして、こんな感じで、部下の人にも企画をさせてあげたらどうですか、社会経験になると思いますし、9割企画しても同じ人がやってたらそのうち飽きますし、いろんな人がアイデアを出すことで今までのイベントのアレンジができて、ユーザーからしても運営からしてもいいと思いますっていう、あのめちゃめちゃ僕はまあまともなリプライだと思うんですね。これは全然普通にヤマピーこれはどうですかっていうリプライを送ったんですよ。その結果がですね、これです。あ、もう、あ、本当にダメなんだなと思いました。これは普通に、あのですね、ヤマトプロデューサーがアンチとか暴言とか吐いてるやつをブロックする理由はめっちゃわかるんですよ。僕もやっぱ誹謗中傷よくされるんで、そんなやつを相手にする必要は一切ないんですけど、この人って、まあ、本当にパズドラが面白くなってほしいから、ただ一つ意見を述べただけじゃないですか。9割企画しても同じ人がやったらそのうち飽きますしって、これ間違ってないんですよ。9割一人でやるのってなかなかしんどいから、なんかあれですよね、いろんな人でアイデア出せたらいいですよねって一言をリプライを送っただけなんですよ。これでもうブロックなんですよ。まあ、これつまり何が言いたいかっていうと、もうユーザーの意見はヤマピーは当然聞かないんですね。当たり前なんだけど、プロデューサーで9割自分で作ってるから、もうこれからも9割自分でやっていくんですよ。だから、そういうところで踏まえて、このゲームに対してはもう信用できになって人も増えてきてるんじゃないかなと僕は思っています。正直今回のヤマピーの件に関しては、俺はヤマピーが悪いとは思ってない。ただ、ヤマピーが信頼を失うような行為があったんじゃないかなと僕は思ってしまいました、正直言って。なんかね、これ言い方が難しくてね、ヤマピーが言ってる内容自体はマジで間違ってないんよ、本当に。これは別にね、ヤマピーの足を持つわけじゃなくて、肩を持つわけじゃなくて、本当に言ってることは何も間違ってないんですよ、ガチで。この一連のツイートは、まあ本当にこのミュートブロックの話以外はね、全部間違ってないんですけど、ただやっぱりちょっとこういう件もあって、少しね、信頼を失ってやめていく人も増えたんじゃないかなと思っています。まあ、僕はですね、実況者という立場でね、山本プロデューサーの下でね、やらせてもらってるんでね、偉そうなことは言えませんが、ちょっとこのツイートは、あまり印象的にも良くないのかなとは思ってしまいました。はい、これがですね、今回の一連の流れとなっています。こんな事件があったりとか、あとはさらにね、この周回のマンネリ化とか、ガチャがひたすら来るとかっていうので、結構やめてる人が増えてるのかなと思いました。まあ正直今回の動画に関してはですね、あんまり日頃の攻略動画と違うくてね、ガチャガチャの動画でね、少し申し訳なさはあるんですが、まあ、今回僕が思うことを話させてもらいました。あとですね、これはちょっと余談なんだけども、僕のチャンネルでこんな風にパズドラがなったらいいなっていうね、妄想はもう言いません。山本プロデューサーが全部一人で決めて、9割ぐらい決めてるらしいんで、何言ってもね、僕ヤマピーに嫌われてるんで、ちょっと、こういう動画上げるから嫌われるんですけどね、本当に全然もう僕のチャンネルではね、これから多分言うことはないと思います。山本プロデューサーを信じてね、動画投稿していこうと思います。はい。まあ、ちなみになんですけどね、じゃあ、ゆうこる、お前さ、こんな動画投稿してるけど、お前 YouTube 大丈夫なんかって思ってる人いるじゃん。大丈夫だと思う？逆転の質問していいですか？大丈夫やと思う？そうなんですよ。大丈夫なわけないんですよね。もう大正解です。で、まあ僕は、ちょっとこれちょこちょこ話してるんですけど、大学をね、卒業するまでのつなぎで YouTube をやらせてもらってるんですけど、まあそれまでパズドラが続くかどうかも怪しいんで、とにかく皆さん、マジ今回本気でお願いします。皆さん、お願いします。高評価、押してください。お願いします。そして、どうか、僕のチャンネル 60% の人がチャンネル登録未登録なんで、本当に登録の方をお願いします。心から今回はね、お願いいたします。
僕はねパズドラすごい面白いよだと思ってます。これ本当に嘘偽りなく僕はパズドラおもろいからやってます。なので、まあ、もしよかったらですね、引き続き僕のチャンネルの方も応援してもらえればなと思います。という感じで今回ですね、少し良くないニュースをね取り上げさせてもらいましたが、引き続きね僕のチャンネルではパズドラ動画投稿やっていきますんで、よろしくお願いします。ということでチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。